そう今日「NCT 祭つり」に出演させていただきましたハイブ長岡のそうこんばんんばは皆さん今話したいことがいっぱいあってであのハイブ長岡リバーサイド選手とか造形台の近くなんだけどあのなんだろう ああそうまず何の曲を歌ったかというと「NGT48」N G T「NGT48」と待って「あ心に太陽」で MC「何かがいるオーサム」MC かかとを鳴らせ「マックストキ三3 1 5号」<laughs> でしたで。 なんかまさかのアンコールだったのでアンコールが発動してしまってすっごく嬉しくてアンコールでもう一度 NGT48 歌わせていただきましたそう本当によかった嬉しかったですとってもオーサムそうあのえっと「心に太陽」とかも全部踊ったことあったのね一応コンサートで。 なんだけどあの「オーサム」が初だったからあのめちゃめちゃ楽しくて「オーサム」ってやっぱ踊っててめっちゃ楽しかった本当にそうなんですこんばんは皆さん「オーサムの」の初「オーサム」めっちゃ楽しかったそう めっっちゃ楽しかったオーサムが一番楽しかったぐらい一番楽しかった一緒にね踊ってたくれた踊っててくれた方もいらっしゃってそうかかとを鳴らせもあの山台の上で踊ってたんだけどしっかりあの地に足をつけて <laughs> 踊ったのは初めてだったしあと「心に太陽」も基本ずっとこのポーズで。 止まってたんだけど最初から「どんな晴れた青空もやがて雲が近づいて」をなんか憧れだったから踊れてよかったあと何かがいるのもえさんの手が長すぎて一回そうお互いの手がぶつかっちゃったことがあったんだけど本番はしっかりぶつからないでそうもえさん 本当に身長が高くてうらやましいああ心に太陽のポーズガッチャードやったんですけど気づきましたか元気出してあれ違ううこうか,うかそうで最後はレジェンドのようにこうレジェンドのポーズでこのポーズをしました <laughs> 変身しましたでゆうはさんが あのギーツこれをやっててそうなんですそうスタッフさんがねそうあの心に太陽でなんか面白いポーズすると思うんだけどそうそうゴージャスにバトりましたそう我こそがリビングレジェンドということで <laughs> そうガッチャードがね好きだった そうスパナのさあの,あのこれやるとちょっと可愛くないなと思ってそう皆さんでそう全員でそう仮面ライダー的ポーズをねしようって話になって <laughs> そうフ優さんがしっかり調べてくれてうはさんがしっかり調べてうはさん技術になって。 そう皆さんもネ、ね、ガッチャードのこと好きになったんじゃないかな <laughs> そうあと本当に今日はいっぱい会ってであのいろんなことがいっぱい起きすぎて本当にあのねえっとまずあの昨日さ偶然会った時の対処法皆さんで考えたじゃないですか。 なんかあの私誰かと偶然会うと「っあっ久しぶり」ってなっちゃうっていう話したじゃないですか。そうそしたら今日本当に信じられないぐらい人に会っておあの知ってる人にもう本当に知ってる <laughs> 本当にあのえっ、ー、とまず一組目にあの会ってですね 1そう一組目に会ってですねあの普通の私の知り合いというか友達というか方なんですけどあのライブ終わってあって思いながらあのお弁当を <laughs> 両手に抱えながらそう帰ってたらあの自動ドアの向こうから出てくる顔が知ってて。 えーってなってあの「あ待って知ってる知ってる知ってる」と思ってそうで今回は私よりも先に友達の方が私のことに気づいてそうあ全然長岡と関係ないそう,そうそうそうまさかのねまさかこんな先のあの偶然会ったらどうしようっていう対処法を考えてももちゃんみたいにほら で終わろうって言ったんだけどもうテンパっちゃって「え嬉しい」みたいななって本当に嬉しくてでもそうで「身長高くなったね」っていう話をしたら思いっきり「厚底だった」って <laughs> そう厚底をその友達が履いてて「めっちゃ身長高くなったよねなんか急に伸びた」っていう話をしたらそうめっちゃ厚底だった。<laughs> ってであとうんそういや全然見に来たとかじゃなくて長岡ではなかったのでそう本当にそうそうそうであとでその1組目さあの2人でお友達2人と私1人が話してた時にまた別のな <laughs> んだろう偶然と偶然が重なり合うみたいな。 また別のの二人組ともえっ、ー、ってなってなあのこっちでたまたま会ったと思ったらまたたまたま会ったみたいな <laughs> 本当に本当の話なんですこれあのびっくりしちゃってあのなんでだろうと思ってあ全然仮面ライダーとかあの長岡の周りで起きたことじゃなくて全然関係ないところで起きたことなのでそうでなんかでも私も帰らなきゃであの 時間があるるからそう帰ら帰帰なきゃで帰るねーってお弁当はずっと抱えててこれが世に言う差し入れなんだねみたいな話になってあーそう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 って思って言ったしそうでホナな,なんて言えなかった私 <laughs> 全然ホナな,なんて言えなかったなんか「ごめんねまたね」って言いながらそうで私はそう帰りながら うん、あの帰り道で寝過ごしてしまいで反対側を歩く羽目になってその反対側を歩いてたらなんか <laughs> 今度はまた <laughs> 別のなんか見たことあるな <laughs> っていう人たちがいてでしかもそれがあのなんて言えばいいの30人ぐらい <laughs> 30人ぐらい <laughs> またまた別の方 そうまた別の方たちが三十人ぐらいいてなんだと思ってそうそうなぜかというと昨日体育祭で今日が打ち上げだったから <laughs> そう一組目にあったのが渡辺でしたそう <laughs> 渡辺と友達と会ってそうだからしょうがないのかなと思ってで私はあの 某有名なドーナツショップに行きたかったんだけど行くの忘れてしまったのそう今日はなんと母の日じゃないですかだからドーナツでも買って帰ろうかなと思ってここでもう降りちゃったならみたいなそうそうなんだよなんかなんて言えばいいの結構遠いところで <laughs> そもう一回 帰り道を戻ってまたもう一回行かなきゃいけないぐらいの場所になっちゃったからあのよしじゃあ買おうかなーと思って買おうとしたらなんかあのいてそうそうなんだよで話してあのさあもうリーチかかってるじゃないですかビンゴまでにあの1人目2人目1組目2組目でもう3組目来たからもう私は話しかけに行こうと思って。 話しかけに行ってビンゴにしましまた <laughs> 話しかけてたらドーナツ買うの忘れちゃった <laughs> そう確かにトリプルビンゴでもこれ本当の話でそう今までそうなかなかなかったのにそう私 なんか会う時は会うってこういうことなのかなで私もさあのライブ終わりの信じられない汗のボサボサの髪型だったから <laughs> 家帰って鏡見たらボサボサでああこんな顔して皆さんと会ってたんだ <laughs> と思って <laughs> そう。 そうなんだよねで今の今まで顎が疲れるぐらいあられを食べてそうしっかりね今日もライブのところでいろんな方と目があってよかったなってあと何だろうなえー <laughs> なんだろう <laughs> いろんなことがあったなと思いましてそうあられを食べましたあのめっちゃ歯が痛くなるあられだった本当に顎が疲れるぐらいのあられでしたまあなんかカーネーションだありがとねめっちゃ硬かったなんかしけてるぐらいのあられだった <laughs> 正直言うとねまあ,あもうこれダメだと思ったんだけど なんかさしける前としける後の狭間ってあるじゃないですかその狭間を食べてめっちゃ痛い今痛いめっちゃ痛い <laughs> めっちゃ痛いそんな感じかなそう初めてのフィスでこんな楽しくできたからうーん 本当に楽しかったですそうなのあとなんだろうねでもなんだろう伝統的な歌がたくさん歌えて良かったなって <laughs> あとなんだろう,そう心に太陽とかできて嬉しかったし王様もできて嬉しかったしかかとを鳴らせできたのが本当に嬉しかった緊張は 出る瞬間はしただって私が一番最初にステージの上に出ることになっちゃってそうだからそう,そうアンコールが発動しちゃったんですそうアンコールびっくりしたびっくりした振り付け難しくなかったでも確かにあのコンサートの時によく歌った曲が結構いっぱいあったんだけどそのコンサートを で踊ってない部分をちゃんとやろうってなって、そこが難しかったかな。うん、でも六人だから、なんだろう立ち位置が。逆に難しかった私的には。<laughs> 私はあの人と人との間で覚えたいタイプでどっちかというと。立ち位置をなんだろう。 番号3番で覚えるよりもあの、ギちゃんとサホちゃんの間2列目って覚えるタイプでそう、だからあの、今回もちゃんと立ち位置番号で覚えたからそうよりあれだったけど正確だったけどそういうところが難しかったそう三コールの時にあの スイスイさんとうはさんともえさんを筆頭にあのしっかり説明してくれてそう急本当の急遽だったからあのなんかもう一曲をやろうと思うんだけどみたいなそう <laughs> そうそうそういう感じに覚える先輩なんかりかさんりかさんがなんかそういう感じに覚えるって言っててそう。 マリナさんはもう正確に番号って言ってて言た絶対に番号って言ってたそこでやっぱ性格が出るよねって言ってた <laughs> マリナまりなさんはきっちりタイプそうそうなんですでもまりなさんと共通したところっていうとあの 振りを振り入れしてもらう前にある程度なんだろうこう振りを先に入れてから直してここが違うんだこの指はこっちじゃなくてこっちなんだみたいなところを直すぐらいのニュアンスで行きたいっていうのがマリナさんと一緒らしいです私は <laughs> そうなんて言えばいいのオーサムもある程度こう予習してこっちが 右からってていいいう何てうん言えばだろう左から入ってたけど本当は右からでしたじゃあ右からちゃんとやろうみたいなそういうタイプかも私はあのいきなり頭に詰め込まれるよりもある程度頭に詰め込んでその詰め込んだ部分を修正するタイプかなどっちかというとねその場で教えられてそれを何だろこれからもっていうよりある程度覚えて。 それをちょっとずつこうそうだからそう,そうだから予習したところがもうパーフェクトに覚えられてたらそれはすごい良かったなと思うけどここがこうじゃなくてこっちでしたってなったらそれの修正を。 しっかりしなきゃいけないなと思いました。でも、本当にコンサート期間で、振り覚えがより早くなったなって思いましたね。そう、実はね、私、あの、今日、朝、劇場で踊ってきて <laughs>。劇場で自主練をしてきたんです。実はね。そう、劇場で。踊って。そう。 踊って踊ってから本番そう私的に百0で点でしたよ配信した後、劇場行って劇場で踊ってでそのまま長岡に行きました <laughs> そう、やっぱなんか当日のリハーサルがないっていうのがちょっと不安だったからそうしっかりそうガッチャー見てからガッチャー見ながら行った。 そうでもやっぱ何だろう劇場とかと立ち位置の番号が違くってそうだからびっくりしちゃってそう <laughs> そう立ち位置がいつも劇場だったら1番だった場所が実は2番でしたっていうことがあって一回ミスっちゃったんだけどまあそれは <laughs> <laughs> でもかかとを鳴らせとかもほんと楽しかったしめっちゃステージが広くて皆さんのことが見れましたそうそれも経験ありがとねそうだからこれからもしこういう機会があったらもっといろんな場合に適応できるような人になりたいなと思いました <laughs> そう あとはそういろんなことを起こしちゃったから今日いろんなことが起きたししかも自分から起こしたこともあったからそうなんだよね <laughs> いろんなことを起こしてしまいましたそう起こしたこともあったしうん でもメイクさんとさ帰り道一緒だったんだけどメイクさんとお話しする時間がめちゃめちゃ楽しくてあそう今日時衣装だったんです私あ床めちゃめちゃ滑ったけど頑張りました <laughs> 足に力を入れてあそう あの私緊張してたからあのリバーサイド選手の隣にある公園の「恋が好きです」って言っちゃって「好きでした」って言えなくてそうもういなくなっちゃったんだよねあそこの恋実はおじやに飛ばされてしまったんだけどなんかもともとそこの方に聞いたんだけどもともとここの池もなもともと恋はいなかったんだけどなぜか。 いるようになってでそこからどんどんこうそういろんな恋が増えてってで一回噴水の掃除をしようってなった時にあの一回恋の皆さんには地元に帰っていただいて <laughs> って言ってたそう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 いうことでだからよりでも綺麗になったしって言ってた。 あの話それともなんかそう私もなんか頭がこんがらがっちゃって <laughs> でも何個か考えてたの実はねそう実は本当は考えてて一つはあのとちの油揚げがあの好きで何度か長岡に食べ,て食べに行ったことがあってそう油揚げとなんか油揚げだけとコーラみたいな <laughs> 油揚げセットっていうのがあってコーラと油揚げあと何だっけお豆腐かなんかがついててそういうで揚げてるところも見れるみたいなそういうところが好きでなんか食べに行ってたんだけどそれを言うの忘れちゃってそういえばと思ってあと寺泊まりもあったじゃないですか寺泊の話もしたかったしそう寺泊水族館に ずーっっとと行きたいと思っててお母さんと寺泊りそう油揚げ行ってコーラと油揚げ食べてで寺泊り行ってあのホタテの何ていうの串ホタテの串焼きみたいなの食べてリバサイド行って帰るみたいな流れがいっつもあったんだけどそう寺泊りの話そう寺泊水族館にずっと行きたくて。 でお母さんに毎日その寺泊に行くたびに水族館に行きたいって言うんだけどいや今日はいいやって <laughs> 毎回言われてそうそうだからあのそうお母さん今日普通におうちにずっといました <laughs> そう。 寺水族館にずっと行きたくてでもあのお母さんから聞いた事前情報で言うとなんか床がなんか水槽なんて言えばいいの床が床 <laughs> なんてう海が見えるみたいなの話聞いててそう海の中を見れますみたいな床があの東京タワーみたいになってて <laughs> ああいうなんていうのガラス張り ガラスシースルーになっててそうなんか魚が泳いでる光景を見れますよっていうのをずっと聞いててそう,そうそれを鴨水族館には行ったことある <laughs> 鴨水族館でなんかちょっと大きい魚が海のとこに泳いでたのは見えました急に山形の話になっちゃったね そうだからいつか行ってみたいなと思いましたそう東京タワーみたいな感じそうマリンピアも何だろう何かもう何回も行き過ぎてさどれが本当の記憶か分かんなくなってくる <laughs> マリンピアでも保育園の時にあの遠足で行ってマリンピアになんだけど私エイが本当に怖くてダメででも なんかそこら中に <laughs> マリンピアの水族館って <laughs> マリンピアの水族館マリンピアの水槽ってどこ,ど、ね、どこら中にえいいるれいらっしゃるじゃないですかだからあのなんか保育園の先生的な方におんぶしてもらってえいが嫌だから泣いて泣いて泣きまめいてそう泣いて。 エイが本当に大っ嫌いだったなーっていう記憶があるいまだに「ノコギリエイ」とか全然ダメ全然ダメ <laughs> どこだったかな東京かどっかのあのー、そう水族館も行ったことあるんだけどあのこういうアーチ状東京だったかそれもマ、まあ、リンピアか分かんないんだけどこういう水槽でここの上の部分に上見上げたらでっかい。 あのノコギリエイがいて本当に怖くて <laughs> 今思い出したらちょっと怖くなってきたそうそれが怖かっただったらまだサメの方がマシかなという感じそうあとペンギンかなっていう感じ <laughs> そうトンネルになってるあとさ急に横からさふーって来る時あるじゃん こうやってあ,あそこのお魚見てたらここからこうスッってここここにいるんだけどってう <laughs> そうここにエイがいるんだけどっていうことがあって本当に怖くてうん顔なしとエイは本当に昔からでもわかるこの苦手な系とピエロとかそっち系が怖いだなーって自分でも思いますピエロはまだマシだけど そう海たりも行ってみたい上越だっけ行ってみたいなと思いますエイとか顔なしとか本当に怖くて無表情なのがでもエイって口こうなってるじゃんうーんっていう顔になってるじゃん食べられる魚を見るのが好き えー、魚が食べられてるところを見るのが好きってこと確かに面白いねそれエイ <laughs> の顔似てたってこういう口するじゃないですかうんそうなんだろう怖いんだよねエイがとにかく。 そう映画本当に怖いなーっていう記憶がめっちゃあるあとトラウマで言うと私のトラウマはうんなんだろうなんかわかりますか私のトラウマ顔なしも本当に嫌だ嫌だ本当に顔なしもう嫌だ <laughs> 魔女の宅急便の世界で生きていきたいわかんないよね私のトラウマ何 <laughs> だろう私のトラウマ見るとゾッとするやつゾンビは大丈夫あでも確かにあのあーでもそれは大丈夫うん わかんないよね <laughs> って自分でも考えてみるね動物は平気かなとにかくうんある程度大丈夫だけどなんだろうでもどんな動物がいたっけ逆にフラミンゴとか全然平気 <laughs> カワウソもめっちゃ可愛いなと思うし虫とかも全然大丈夫だし そう爬虫類だとああのトカゲとかのさあの脱皮させるみたいな脱皮なんか皮を剥いでるそういう,そういうのじゃないけどなんかああそうあとヤモリとイモリで言うとヤモリとイモリの両生類か爬虫類かの見分け方をめっちゃ。 理科の授業でやった記憶あるイモリは井戸を守るだから両生類なんだよみたいなそれでみんなテスト乗り越えた <laughs> 記憶ありますウーパールーパーも学校にいたからそう <laughs> 足いっぱいあるのね <laughs> ヒロカッピーだっピー <laughs> ジョイマン <laughs> カニに挟まれたカニは大丈夫そう学校にいたうん小学校の時はハムスターがいてそこでハムスターめっちゃ好きになって私ハムスターがいてで中学高校とウーパールーパーウパコウパコじゃないんだけどウパコって勝手に呼んでた <laughs>。 何か名前付いてたんだけどそう「うぱこ」って呼んでたそうじいを見たことがなくて私実は <laughs> 実は g 見たことないんです私そう見たことなくて <laughs> そうあ トラウマっていうかなんか怖いなって思ったことで言うとなんか純才家あるじゃないですか純才家めっちゃ怖かったなんかなんか一人でお母さんになんか恋が見たくて純才家に行きたいって言ってじゃあ行ってくればって言われてであのその近くにウオロクがあるじゃないですかだからあの じゃあ私『母さん買いき』行ってくるって言ってじゅんさい一人で行ったらなんかもうなんか周りがあの木で囲まれててでなん,かなんか後ろにいる,いる気がしてたんだけどなんか何もいないしかといってなんか恋見たんだけど恋が怖くなってきて <laughs> なんだろうなんかあの空間はやっぱ思い出すと怖いなっていうあ心霊スポットなんだ でも私霊感全然ないからそうでもなんか怖くて怖くてすぐウロ六に駆け込んだ記憶がある <laughs> そうあそこ確かなんか坂になってた気がするその坂をちょっと駆け下りた記憶あるそこは見つけたって思ったんだけどそのハスの花が あっハスの花のピンクの綺麗なハスの花でさえなんか鮮やかすぎて怖いっていう <laughs> そう怖かった記憶あるなんでであのそうで帰ってくるの早かったねって言われたけどやっぱ私にもプライドがあるからさ「恋全然いなかった <laughs>」って言ってすぐ帰ってそう「全然恋いなかったんだよねそう残念だっただからすぐ帰ってきちゃった」って言っちゃって。 そう,そうそうそう「恋の餌やり」は全然今日なんか恋が一匹いたんだけどその恋が怖かったぐらいその空間が怖くてそうしらばっくれた <laughs> 変なプライドがあったからさ私その時そうなんですよ <laughs> 思い出すと面白いなそう 変なプライドが働いたなと思いましたよ人面魚は見たことないんだけどでも私多分好きそれは大丈夫顔なしの方がダメ鯉 <laughs> が口パクパクしてるの怖くない怖くないと思いますよ <laughs> あと白山神社とかもさ鯉いるじゃないですか その白山神社の鯉とかも一匹きれいな、ね、ヒレヒレのヒレがなんかふにゃってなってるのがまだいるのかなそういるんだけどそれがそう何何これ魚魚表人魚面人面あそう小学校の時のなんか。 ちちっっゃゃいいい池池みたたなななのののがあったのね池池ほどじゃないのなんか水,水たまり <laughs> なんて言えばいいんだろうなんかね本当に草生えててもうほぼなんか泥じゃんってぐらいのあの一応池とは言われてたけど池ほど水張ってなくてなんて言えばいいのほんと水たまり <laughs> なんて言えばいいんだろうなんか沼って感じ沼ほどじゃないんだけどでもメダカはちょっと泳いでて。 何て言えばいいんだろう行けって言ったら誤解を招く気がしてでそこになんかちょっとほんのほん,ほんと短い橋がかかっててそ,うその橋の下にあのカエルでっかいカエルがいてそれが主って言われてたのを今思い出しました沼そう沼かな水槽じゃなくて何か外にあってでその隣にヘチマがあって。 へちまなんか誰も食べないのにヘチマなんか <laughs> みんなで育てててそうあのおもう思い出したらそうキリがないよザリガニはいなかったザリガニで言うと <laughs> あの私の通学路になんか普通に水なんていうの本当に下水道って言えばいいのかながあるんだけどなんか 信じられない段差の部分があってでその段差の下のとこにザリガニがめっちゃいるっていう <laughs> で。であの冬とか雪降る時どうなんだろうと思って私はその時バスで帰らずにあの歩いて <laughs> 何時間もかけて片道5時間かけてザリガニを見に行きました <laughs>。 ザリガニを見に行ったら全然いなくてもう消えてて多分もっと深く奥深くでさよならしたんだと思うんだけどあの冬眠中なんだと思うんだけど <laughs> そうそう片道5時間かけて私はお家に帰りましたでも本当に信じられないぐらいのザリガニがいてでそう田んぼで見れる そうだね確かにザリガニどうだろうでも小学5年生の時に多分みんな絶対に通る道田植え <laughs> 新潟の人なら絶対通る道田植えがあると思うんだけどその田植えした時にあのカエルがいてで私ってカエルモテる人なんだって思った。 その時に <laughs> なんか食わず嫌いじゃないけどカエルのこと触,触らず嫌いっていうの触ることができないんだなって自分で思ってたら、あのー、全然触れたっていうでもあのー「絶対に手を洗ってきなさい」って言われてなんかカエル触った手で目触ると失明するから早く手を洗ってこいって <laughs> めちゃめちゃ怒られた <laughs> そう確かにカエル触るのいいけど ちゃんと手を洗ってね本当に手を洗ってね」って言われましたそうバッタもどうにかバッタもさ少量バッタと殿様バッタの2種類だと思うんだけど私はどっちかというと殿様バッタ派でした少量バッタはちょっと怖かったねそれこそめっちゃ、A、に似てませんか <laughs> そうなんか カエルってでかい方がまだマシな気がするちっちゃい方があんまそうイナゴってなんだなんだなんだバッタみたいなやつかバッタの茶色い版か <laughs> そう顔が細長いバッタちょっと怖いなって思いますね <laughs> イナゴは知ってる多分。 食べられる <laughs> それは全然イナゴうんなんか名前は知ってるけど今頭に出てこない,いなって佃煮にするやつなんだ美味しいよね確かになんか食べようとは思わないけど <laughs> そう何だろう私は多分一緒に あの同じさ生き物なんだから食べない食べない食べない <laughs> そうそう細長い少量バッタなんて言えばいいんだろうバッタの中で細長いのは少量バッタだね <laughs> そうほとんど砂糖と醤油なんであそうなんだね普通に何か <laughs> お断りしました <laughs> そうお断りしてください是非あとなんだろうね何だろうトラウマでいうといろんなことがありますけどなんか多分誰もが通る道だと思うけどなんか自分の住んでる近くのに心霊スポットあるかないか絶対探すくない <laughs> 絶対やっちゃいけないことだと思うんだけど私はそれをもう何年もしてる だからあのちょっとお母さんと出かけた時にここに「あここ心霊スポットだったらしいよ」みたいな <laughs> そうでも別にそんな身近になくて私はあ怖い話聞くと眠れなくなる本当一番怖かったところだから私はあの あの全然霊感がないのであ「あ心霊スポットなんだあ」「あそうなんだへえ」で終わるんだけど <laughs> そう全然あの霊感を感じないから霊感がないからそううん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 ううん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  後ろに <laughs> そう,そう霊感そうたまたま通りかかった時にあこここうらしいよみたいな後ろの壁が必ず落ちるスポット私の家じゃないですかここの壁はツルツルだからさあのどんな張り紙を貼ったとしてもすぐに落ちてしまう <laughs> <laughs> ここが一番の心霊スポットかもしれませんねつるつるの壁だからさ何貼っても落ちちゃうそうなんかご飯食べに行った時とかさそうそう宇宙人はあの絶対にいると思いますがそのわざわざ地球に来るぐらい バカじゃないいと思います宇宙人は壁紙 <laughs> の柄がすごい褒められてる嬉しいそうあのクロちゃんと一緒なんですねクロちゃんさんあのクロちゃんさんの自撮り見てたら分かると思う私の部屋の壁紙と一緒だから <laughs> そう色も同じなのかな多分一緒そう クロちゃんさんはリビングの壁紙がこれなんだけど私の家は私の部屋だけこの壁紙,紙だからそう芸人のそうそう <laughs> <laughs> そうなんとか打しのクロちゃんですたまたま壁紙はなんかもうなんだろう貼り替えしたのかなんかこれこれ。これ <laughs> そうこの部屋だけなんだよであとリビングの天井は緑エメラルドグリーンですそれはあのー、私のお母さんが丹精込めて塗らせていただいていたものなので <laughs> そのペンキが一回ちょっと飛び散ったやつがあのー、ねあのアルコールのさあるじゃんボトルみたいなわかる アルコールのなんかアルコールティッシュをこう出す細長いやつあるじゃないですか <laughs> そうこういうやつがあってこれに水玉みたいになった緑であ青の壁紙はないねカーテンはそれぞれの部屋で違いますねそうお母さん上はペンキで塗ってた。 そうそう何枚も続けて出てくるタイプのアルコールそうお母さん何でも全然お母さんの行動力は全然なくてでもなんか急にあの天井の色がそう緑にしたかったらしい <laughs> それでいうとコナンのさなんか漫画で読んだことあるんだけどなんか天井の 色を緑にこう塗り替えてでその塗り替えたところがカビで実はでそれでなんかせき込んで死んじゃって犯人は壁紙を塗り替えたあなたですねっていうのがあった記憶ありますけどそうそうカビなんかカビになりやすい素材を塗ったみたいな。 だから部屋の中をあったかくしてカビにしましたみたいなコナンの話があった気がする私は漫画で読んだことあります <laughs> そうそう急にコナンの話になっちゃった <laughs> でトラウマで言うとさコナンの一巻のジェットコースターのやつ結構トラウマっていう人いっぱいいるよね アニメにななってんのかな私はなんか漫画で読んだ記憶あるそう1話が一番最初のねそうでもなんかしっかりちょこんと乗ってるさ黒ずくめの人たちみたいな <laughs> なんか後ろの方でちょこんとこう乗ってる <laughs> ちょこんと乗ってる黒ずくめの2人が可愛いみたいな。 そう皆さんやっぱ分かるんだコナンの第一話そう仲良く乗ってるんだよ <laughs> そうそうなんですよでも今日本当に NCT 祭りでとっても楽しかったなと思いました ありがとねそう私ほぼさあの上手じゃない下手側に行ってたのであの皆さん下手側の方にたくさん目線を送って上手側の方にあまり目線を送れなかったかなっていうのが今日の反省点だったけど。そう あそう、たんがなんか「配信あるかも」って言ってたんだけどそう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 目で追ってましたありがとうね嬉しいでも青色のペンライトつけてる人ほぼ皆さんと目あったかなみんな見つけたそうあと15日のね前座 水曜日の前座に出演させていただくのでぜひよろしくねそう見つけたよしっかりこう前の方にも青の方いっぱいいらっしゃったしあと奥の方にもいらっしゃったしかといった真ん中にもいらっしゃったっていう記憶がある嬉しかったそう1819いなくてえー、全然全然,全然そうそうそう 前座にね出ないんですけれどもでもこうやって先輩方と一緒にステージに立たせていただいたのが嬉しかったなーって嬉しかった最前の方に結構青がいっぱいいたのは見えましたよ <laughs> そうしかも真ん中のさうの最前にみんないた青が嬉しかったそうとってもいい経験でしたやっぱ会場のさ熱気がすごくて「仮面ライダー」でよりあったまった <laughs> そうたろうとね宝ちゃん宝ちゃんと黒金スパナが来てたからうん そう内輪もう持ってる人見つけてさ、ね、あそうそうそう新潟でもオーロラ見えたってなんかみんな言ってるんだけど今日も見れますか <laughs> 今日ももちろん見れますかガッチャーが見ながらテンション上ねーいいよねいいよねガッチャーが見たかったなと思います。 そう立ち見までいらっしゃったみたい今日は厳しいんだねそうなんだねあと奥の方に見えたふわふわスライダーみたいななんだっけクジラさんのふわふわスライダーみたい全然 <laughs> ごめん勝手に名前つけちゃった適当また適当なんだっけ仮面,仮面ライダーショーの時にさなんかイルカイルカさんのふわふわスライダー <laughs> そうガッチャードのオープニング曲ってさ結構盛り上がると思うんだよね私信じられないぐらい盛り上がると思うあれえ結構さ本当に私メロディーから入るタイプで歌はなんだけど「仮面ライダー」の曲大体メロディーで入ってんだけど「湧くよね」そうガッチャードもだしあとジオウのなんだっけ オーバーザークォーターみたいな。タラララララのやつ。そう。あれが好き。<laughs> あれ結構本気で好きです。ジオーのオープニング曲が結構本気で好きです、私は。ジオーの曲が結構歴代でトップクラスかも。ドライブもね、いいよね。なんか始まりって感じ。エグザイ。うん エグゼードもねわかるめっちゃめっちゃ混ざったエキサイトとウィザードもねいいよね確かにウィザードもなんかめっちゃ子供の頃の曲 <laughs> 子供の頃の曲って感じそうそんな感じかなだからオープニング曲もね私はめっちゃ聴きます どれもいい曲だよねわかるそうなんですよめっちゃ楽しかった今日本当に心に太陽がすごい楽しかったしあと「オーサム」がやっぱりできて本当に嬉しかったしあとライブ終わりでボサボサな頭で <laughs> あの信じられないぐらい知り合いと会 <laughs> ったっていう <laughs> そう。 信じらられないぐらいいぐ知り合いの皆様と会ってそう会いに行ったし逆に <laughs> そうなんですでミスドに行き忘れたっていう <laughs> でなんかより遠回りにしながらお家に帰ってまた戻ってまた別のところからみたいなそうでも充実した一日だったそうエピソードトークが <laughs> 強すぎたかな 明日はねミスド行けたらなと思いますけどでも駅にもさミスドあるんでしょだから行きたいなと思うし私はミスドのドーナツの中で言うとエンゼル違うエンゼルエンゼルエンゼルクリームだっけ 一時期食べてたたのに忘れちゃったあのこういう丸のなんかメロンパンみたいな模様がちょっと入ってて中が生クリームのやつカスタードクリームエンゼルカスターエンゼルフレンチだっけフレンチクルーラーじゃないフレンチクルーラーなんかクニャクニャしてるやつでしょなんか丸のメロンパンみたいなやつでエンゼルクリームかな多分エンゼルクリームが一番好きかな エンゼルクリームって聞いてもさ、なんかピンとこないんだよね、正直。なんか。そう、ふわふわの。あれが一番美味しいんです。私はそれが一番美味しいと思います。あと。普通にポンデリングじゃなくて、ポンデコクトー。そう、ポンデコクトーが好き。<laughs> そう。エンゼルクリームとポンデコクトー。<laughs> ポン・デ・コクトー <laughs> ポン・デ・コクトーがちょっとなんかつぼっちゃった今あそうそうそうクリームパンみたいな粉,粉砂糖がねかかってるそうポン・デ・リング焼くとおいしいらしいどういうことポン・デ・リング焼くの揚げるってこと再度おいしそうそれはおいしそうミスドコーヒーお借りしたそれお母さんと一緒 <laughs> そうお母さんもミスドのコーヒーめっちゃおかわりするタイプの人ですね弱火でポン・デ・リング焼くのみたい弱火で弱火であハニーチローもおしいよねわかるわかる <laughs> でもその日限定だよねハニーチローをさなんかなんだろう買ってきて持ち帰って次の日食べようとするともう 歯がさそれこそ壊れる <laughs> ぐらいオールドファッションねチョコファッションなんかお母さんはドーナツらしいドーナツが好きみたいでなんかポン・デ・リングとかイレギュラーなやつじゃなくてそうなんだろうずっしり重いドーナツが好きらしい私は軽くいきたい <laughs> イレギュラーなドーナツで。 行きたいね。別メニュー。ね、担々麺とかも今あるんでしょそう。ええー、待って。<laughs> 嘘、もうこんな時間だったんですか。マジですか。じゃあ、壇上にそろそろしていくね。ええー、待って、あと、シンデレラまで、あと五分だった。ええー。めっちゃ時間が。 あーそっかありがとね本当になんかトラウマの話してたらこんな時間になっちゃった <laughs> そうじゃあ行きます13位涙目のるかさんありがとうございます12位 KO さんありがとうございます11位山ちゃんありがとうございます10位かんちゃんありがとうございます9位指原部さんありがとうございます 8位優くんありがとうございます。7位ビールバラさんありがとうございます。六位とんがりさんありがとうございます。とんがりとんがり <laughs> ごめんやっぱ新潟のイントネーションになっちゃうかも。ありがとうございます。五位勝さんありがとうございます。四位松山、ま、さんありがとうございます。三位正、ま、さ,さんありがとうございます。二位高倉さんありがとうございます。そして1位は川さんありがとうございます。 ありがとうね本当に楽しかったです今日は本当にもう長岡までね遠いながらも足を運んでくださった皆さんありがとうございましたさあ明日はなんと月曜日なので精一杯頑張りましょう今週が4連休だったからねすぐにあっという間だったんだけど。 じゃあ、これは十時まで待ちましょう。<laughs> 家帰って、さっき家帰ってきた、本当ですか。もう、お疲れ様です。また一週間一緒に乗り越える。乗り切ろう。<laughs> そう、シンデレラ配信しますね。絶賛帰宅中。そっか。今週も長い気がする、私も。 でもなんかメールで書きたいことがいっぱいありすぎるからチャットもねチャットはもう間に合わないよそうメールがいっぱいあってあスクショタイムでもしますかえー、じゃあなんか偶然ポーズ偶然ビンゴーって感じビンゴでビンゴキモいななんか手が <laughs> ちょっとピースする時も私さ信じられないぐらい開くんだよね なんか信じられないぐらい広がっすごいすごくないなんかえいいのか <laughs> すごい広いっていうねそう広い広いは私の感じなので。 そう広かってなかなかいらっしゃらないじゃないですか。<laughs> <laughs> A の顔こんな感じ。そう。<laughs> そう。いろんなものに似てるね本当。 何がいいあとウーパールーパーウーパールーパーはなんか指をこうやって近づけるとなんかこっちにこう来るしこっちにするとこっちにこう来るし上来ると何も反応しない <laughs> ネイティーネイティーなんか今日見つけたんだけどえええ広かピースで最大に 頑張ればこっちも行っちゃえばここまでいけるけどこれが最大限かな <laughs> ケロケロケロッピあれあれ喋るのあれ <laughs> また劇場でお会いしましょうそうあと多分メールこの後も多分送ると思うので待っててくださいじゃあほなということでほな <laughs> そう じゃあねおやすみなさい皆さんまたねおやすみまたねおやすみ